どうもプロボーラーの加藤です。いつもありがとうございます。ボーリングジャパン2020春場所第7戦の撮影をこれから行いたいと思います。はい、対戦相手は同期の堀江真一プロです。はい、とっても仲良しです。はい、仲が良くて、はい、お互い知り合ってる仲なので余計に負けたくないです。はい、全力で勝ちに行きたいと思いますので、どうぞ応援よろしくお願いいたします。それでは例の方へ行きたいと思います。ボーリングジャパン2020春場所第7戦目スタートいたします。最後までご視聴よろしくお願いいたします。はい、いよいよ第7戦です。対戦相手は堀江真一プロです。さあ頑張りましょう。同期のプロボウラーですね。来い。おー、危ない。9番ピンセーフ。さあ、おいしい思い出がいっぱいありますね。はい、まずですね、プロテスト受けたときに、受け終わってですね、最後、僕のボールバックがなぜか堀江プロのところに届くという事件もありました。来い。 OK。それからしばらくして僕がですね、ホリピーの隣のセンターに移籍をして、はい、隣同士のセンターだったんで仲良く、はい、させていただいておりました。まあ、今でももちろん仲いいんですけど、スマダボールで対戦しなければ相性はめちゃめちゃいいです。ホリピーはですね、やっぱスマダの神様なので、もっと打ちます。来い。あー、危ない。ちょっと内側攻めすぎですね。5番ピンが残ってる。倒れましたが5番ピン見えてましたからね。はい、でもですね、公式戦トーナメントで当たった時はですね、結構な確率で僕が勝っているんじゃないでしょうか。なのでイメージとしてはすごい相性のいい選手ですね。OK。 だから今回も負けたくありません。いきます。4フレ。やばい。おお、だいぶ自分で思ってるところよりも早くブレーキかかっていましたが、ジャストでした。読めてないですね。ホリピーとですね、ホリピーやっぱ一番印象に残ってるのはですね、ジャパンカップのテレビファイナルですよね。第1回戦準々決勝、第1回戦がホリピーとショーン・ラッシュの対戦で、まあ、誰もがきっとラッシュが勝つと思っていたんですが、ホリピーが最後パンチアウトして決めたあのシーンは本当に鳥肌が立ちましたね。よし、本当にあれで残りの僕と渡辺プロの日本人の心に火がついたんじゃないかなって思いました。僕もその前にオッズとコリアンカップでテレビ決勝戦って負けていたので、もう負けたくないっていう気持ちと、ホリピーが
繋いでくれたバトンを無駄にしたくないっていう気持ちで戦いましたね。本当にそれくらいホリピーがみんなにエールを送ってくれたように思います。来い、よし。なので準決勝ホリピーと対戦だったんですけど、すごい嫌でした。もうその時も多分相性そんなに悪くないとは思ってたんでしょうけど、でもやっぱもうここまで上がってきてる選手なので何があってもおかしくないので、もうだからホリピーだとは思わずに集中して投げましたね。おー、あ、セブンピン、何セブンピン、倒れるの躊躇しましたね。 OK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 6 個、はい。ホリピーとの思い出の話をしていたらもう7フレまで終わってました。さあ8フレ、ストライク7個、まだ勝てないですよこれじゃあホリピーには。はい、やっぱもう3フレで1回止まってるので残りステップ必要です。もう最低でも1000フレの3個は必要ですよ。さあ、集中してますね。自分で言うのもなんですが、はい、口数が減ってしまいました。さあ最後、これ大事です。はい、何回も言ってますがここをパンチアウトできる選手がいち早く横綱になれる選手だと思ってます。さあ自分自身との戦いです。6番ピンがふわっと倒れましたが、 OKOKOK、 よーし、ストライク9個、2、4、6、7、8、9個、はい、これ大切、ここも欲しい。フォーリーグジャパン横綱への道ですよ。はい、あー薄いか、あーちょっと薄かった。ストライク9個、まずいな。まあでもしょうがないですね。さあとりあえずですね、ここまで負けないようにスペア取りましょう。ちょっとちょっとストライクの数少ないかな、微妙な感じだと思いますがしょうがないです。結果はストライクが見えない、2、4、6、9個ですね。はい、変わってないです。ストライクが9個、267ピンでした。それではエンディングに行きたいと思います。
はい、1ゲーム終了しました。結果はストライクが9個、267ピンでした。はい、点数はですね、いいんですが、ストライクの数がちょっと9個っていうところが微妙なところですね。はい、ストライク相手が、はい、10個、まあ、9個、同じく9個で270っていうペースもありますので、ちょっとこれ分からなくなっちゃいましたね。はい、ですがホリピーがそんなに打ってないことを祈って結果を待ちたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録がまだの方はよろしくお願いいたします。 Facebook、Instagram、Twitter もやっておりますので、ぜひフォローよろしくお願いいたします。また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。